こんな人とは絶対に働きたくないベスト3ですこんにちはライフコーチのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい突然ですけどあなたに質問です会社から必要とされる社員求められるタイプの人材ってどんな人でしょうか 顔を出す人いつも明るくて元気がいい人諦めない人などなど会社によって上司によって求めるるタイプっってていいうのは変わってくると思いますただただ求められないタイプの人っていうのは共通してあるんです。 えー、僕は7年前に起業してたくさんのプロジェクトをやってきましたその中で100人以上のプロフェッショナルと一緒に働いてきたんですそして経営者のコーチングコンサルをしていく中でそれが分かりました求められない社員には共通点がある。今日はそれを ベスト3形式で紹介したいいと思いますこの動画を最後まで見ていただけたら会社や上司と信頼関係を結ぶことができそしてあなたが今置かれているその職場であなたらしく働けるようになると思いますので最後までご視聴ください。えー、このチャンネルでは あなたがあなたらしく生きるそして働くための考え方行動習慣ライフスキルを全力で紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくださいあと SNS でも毎日発信してますので概要欄からつながってくださいはいそれでは早速本題いきましょう、えー、こんな人とは働きたくないベスト3です第3位これめくって第1位データくる方から大丈夫かなじゃん はい本音がわからないえこの人何考えてるのってことなんですよねいつも明るくて元気よく笑顔で周りに気を使って八方美人でみんなにいい顔をするそして明るくて楽しい雰囲気を作るそれはね、まあ、一見悪くはないんですけれどもこの人え本当は何を思ってるの あなた全然意見言ってないやんどんな気持ちなん考えどんなふうに考えてるの分からないんですよね分からなかったら何だろうそのチーム全体が良くならないですよね意見言わなかったら意見がプラスされないと良くはならないし信頼関係が育まれていかないんですよはいこれすごい大事なことで、えー、この前も言いましたけどえー、っと信頼関係を育むためには 自己開示の法則っていうのがあるんですね。これ何なのか？って言うと人間っていうのは自分がどれだけ開示しているか？それに合わせて。 相手がそれに合わせて自分を開示してくれるってことなんですね。だから僕が普段ね、俺映画好きやねん、好きな食べ物カレーライスやねんぐらいな浅い会話しかしてなかったら相手も俺もカツカレー好きやで、俺鬼滅の刃見たっていうすっごい浅いレベルの関係で終わってしまうんですよね。でもこれが 俺は本当にやりたいことはこんなことがあんねんこれを解決したいと思ってんねん自分はね昔こんなことで悩んでたこんな失敗をしたそしてこんなコンプレックスで今悩んでるんだよ っていう自分の弱みであったり自分が本当にやりたい夢であったりそういうものを開示すれば相手もそれに合わせて本当に困っていること本当に望んでいることを教えてくれるようになるんですよ。で相手が本当に困っていること望んでいることが教えてくれてそれが分かったらそれを解決できる提案ができるじゃないですかね。相手が本当に望んでいることをプレゼントできるようになるんですよ。だからね 相手が本当に望んでいることをプレゼントするためには相手が本当に困っていることと望んでいることが分かってなかったら相手が何が何欲しいいかかか分っかってななたらプレゼントできないんできんすよそのためには自分を開示しないと分からないいとからんですよねだからいつまでたっても浅い関係で終わってしまって深い信頼関係が結べないお客さんにも上司にも会社にも信頼されないんですよだから大事なことはまずは自分自身が自分の本音とつながるうん自分自身がどんな気持ちなのか何を考えて,てどう どういいい方向に進んでいきたいのか自分自身が分かってなかったら開示できないじゃないですかでもいつもね人のことを考えて人,の人,の人にねこう尽くしていると自分の心が心がマスクされて本音がね な本音が見えなくなくっっててしまううこととあると思うんですねだから自分の本音とつながる自分のためにお金を使って自分のために時間を使うこの瞬間自分が一番ワクワクすることを実現していくそうすることで少しずつ自分の気持ちであったり考えであったり本音っていうのが分かってくるようになると思いますそしてそれが分かってきたら少しずつ安心できる人から少しずつ自分のことを開示していくそういうすることで周りからしたらあこの人は本当にこういうことを考えてるんだっていうのを分かってもらえるんですね 裏表のない人じゃなくてあ、こういうふうに考えてるからこういう行動してるんだだからこういう気持ちになってるんだっていうのがちゃんと理解してもらえるようになるんですよね、はい、これとても大事ですねはい、1つ目がベスト3は本音がわからないっていうことです、えー、で,では第2位ですねこんな人とは働きたくない第2じゃん、はい。同じ失敗を繰り返す はい、失敗は悪いことではないんですよね新しいことやったり何か行動してたら絶対に失敗は起きるんですよでその失敗っていうのはデータであってその失敗からその何で失敗したのかそしてどうしたらいいのかっていうその,その原因と次のアクションが見えるじゃないですかそれをどんどんやり続けてたら失敗をどんどんクリアしていったら最後は成功が残るんですよねそういう意味でどんどん行動して失敗するそれは丸なんですでも女 同じとこでつまずいてずっとずっと同じ失敗を繰り返してたら成長しないんですよ。で成功に近づいていかないんですよね。でその時になんでそんなこと起こるのかって大きく2つあってまずは振り返っていないやりっぱなしで終わっている。 で楽しかったねで終わっている状態。こういう人にはまずしっかり振り返りましょうねってことですね。なんでその失敗が起きたのか、逆になんでその成功が起きたのか、その要因を、その原因をしっかりと分析して、それに対する対処法を考える。これはまずもう根本的に大事ですね。振り返るということ。これまず大事です。で、2つ目は振り返ってなんで原因、なんでそれが起きたのか、その原因とそれを対処する方法が分かった。それなのに繰り返してしまうっていうタイプですよね。これ、これがね、結構。 こうあるんですよ。結構な人あるんですよね。で、その時に、えー、陥りがちな失敗っていうのは、次からは意識しますで終わってるんですよね。 意識しますで終わってんですねで意識じゃどうにもならないんですよ仕組みを作らないとダメなんですよ練習をしないとダメなんですよこの意識しますっていうのはダメなんです意識に頼ってる段階でそれって意識意識っていうのは忘れてしあの移り変わりが激しいもので忘れてしまうんですねで意識に頼るんじゃなくて仕組みを作るんですよでそれが無意識でできるように何度もトレーニングして練習するんですよこの2つが大事仕組みを作るのと無意識でできるようにトレーニングする訓練するということまず仕組みを作るもう忘れ れっっっっぽいてて分かってるんやったら例えば、ですよこれちょっと極端に言うとあの書類を忘れてしまった次から忘れないように意識しますこうじゃなくてもう自分の玄関の靴の上に、ね、書類を置いとくんですよそうすれば忘れていたとしてもあの出勤する前にあの気づくじゃないですか思い,出され思い出すじゃないですかそのようになんか自分が意識が飛んでいたとしても思い出すような仕組みを作る自動的に物事が進んでいくような仕組みを作るこれ大事なんですよ。はい でそれを仕組みを作るというのがまず一つもう一つはトレーニングすすするる訓練ですこういうことが大切だって分かってて自分がそのスキルがなかったらその大切だって気づくだけじゃダメなんですよ。気づいたらそれをそのスキルを無意識できるように何度も何度も日常から繰り返してトレーニングするんですよ。これすごく大事で仕事と日常を切り離すそのスタイルを別に 丸なんですよ悪くはないんですよ。仕事とね仕事の時間は仕事の時間プライベートの時間プライベートの時間そうやって切り切ちゃんと切り離してっていうのは切り離すっは丸なんです。丸なんだけどその時に切り離すんであれば日常での思考方法とか日常のやり方っていうのをそのまま会社に持ってきたら駄目でしょ。 ね、日常の考え方と日常のやってる行動習慣と仕事の考え方と行動習慣をちゃんと切り離さないとダメなんですよ日常は別に何も言わないですでもその日常の考え方がそのまま仕事に出てったらダメじゃないですかだからちゃんと切り離すっていう人は日常の考え方と仕事の考え方をちゃんと切り離してスイッチを押し替えなダメなんですよでもよくあるのがプライベートはプライベート仕事は仕事ってちゃんとそこのラインを引いてんのに日常の考え方とプライベート の仕事の考え方を一緒にしてしててまってるんですよだからその日常を変えないとそれの場合は日常を変えないと仕事のスタイルは変わらないんですよ。もしくは日常と仕事の考え方ってていうをちゃんんとと分けてやらないとダメなんですよ時間,仕事の時間と日常の時間をプライベートの時間をちゃんと時間を分けるんやったら考え方とか習慣もちゃんと日常の習慣と分けないとちゃんとダメなんですよってことなんですね。 僕はそれが難しいので、日常とワークっていうのはもう一緒にしてしまってます。だから、日常の考え方をそのまま仕事でやるようになってる。はいで、別にこれがちゃんと切り離せるんやったらそれで。 いいと思うんですよね。日常と仕事を分けるんやったらいいんだけどその日常の考え方がそのまま出てしまってるんやったらそれは違うよねと、うん、だからか仕事ではこういうことが求められてるんやったら仕事ではそういう考え方であったり取り組み方であったり行動習慣もすごい大事でありで仕事,、えー、仕事以外ではそれとは違うやつをスイッチオフでスイッチで切り替えるっていうことがすっごい大事かなっていうふうに思ってます、えー、それでは第1位第1位はこれですねはいじゃん えー、ミッションがない。 ミッションっていうのは、まあ、この動画で、ね、何度も言うてるんですけどどうしても解決したい社会の課題ですよ。これを解決したい、この仕事をやったらこの人が幸せになる、この人がハッピーになる、この人がこういう問題を解決されて、この人がもっと自分らしく生きられるっていう、そのね、今やってるこの点だけではなく、この先、この先をちゃんとイメージして仕事ができているかどうかです。でもしくはそのミッションがあるかどうかです。あったとしても仕事、ミッション、こんなことあるって口では言うけど、日頃やってる時、それを忘れてたら、それは、ね、ミッション とかないと一緒です、はい、だから今やってるこの仕事がこういう風にミッションにつながっているというのをちゃんとイメージして意識して働くということですでミッションがなくなったら成長しようって気持ちが湧いてこないんですよね。 成長意欲が湧かないし、これ、これぐらいでいいやろうっていうやっつけの仕事なんですよ。ルーティンワークです。トゥードゥーリストをチェックする。チェックして終わりっていう仕事になるんですよ。チェックすることがゴールじゃないんですよ。その仕事をすることで、子供たちがこういう風になる、その大人がこういう風になる、こういう世界を作りたい。ここが目的であり。その目的のためにこの手段があるのに、手段をチェックすることで終わりになってしまってる。だから、もう一歩こだわろうっていう気持ちが湧いてこないんですよね。湧いてこないし、成長しようって成長意欲も湧いてい。 うんだからそのミッションを持ってる人とミッションを持ってない人っていうのはやっぱモチベーションの格差っていうか熱熱に格差が出て,出てくるので話が合わないんですよね話が合わなくなってくる、うん、だからそのミッションを持って働くっていうのはすっごい大事かなと思っていてその職場の人とそのミッションが合わないんやったらその職場から離れることが大事ですねもしくはその,その職場 のミッションをちゃんとと理解ししようとして自分がインストールして今やってるこの仕事はこういうミッションのためなんだっていうことをちゃんとイメージしながら働くということすごい大事かなと思いますだからミッションを持つためにはどうしたらいいのかというと今やってるこの仕事この仕事をずーっとやり続けてたらどんないいことがあるんだろうっていうのを想像することですそれを言葉にするということですで今僕 この仕事ををややりり続続けけてててこここここここんんんんななないいいいととがががああっっれたら世界ができるんだでこういう世界を作るためにはこういうことが大事でこういうことが大事でだから僕は今日この仕事をやってるっていうのをちゃんと今やってる仕事とミッション物語で行ったり来たりしてかあの語れるようにするそうすることで日頃から日々のタスク業務をしていく中でミッションを想像して仕事ができるようになるんですよただ単にこうレンガを積む嫌や,やなっていう仕事じゃなくてこのレンガを積んだ先には大きな教 公開がができてそこににはたくさんの人がお参りしに来るなんて光栄な仕事をしてるんだっていう気持ちで働けるんですよ。やらなければならない仕事やりたい仕事に変わるんですよ。つまらない毎日が面白い毎日変わっていく。だからミッションを持つということとても大事ですよね。ということでございました。はい、ということで今日のテーマはね、えー、こんな人とは働きたくない第3位、えー、ベスト3を紹介していきました。えー、第3位はこれですね。えー、とじゃんとといいうことではい 本音が分からへん。 何考えてるのか分からないってことですねだからまずは自分とつながる自分がどんなことを求めていて何がやりたくてどんな考えをしているのかまずは自分で自分を理解して自分とつながる自分とつながることなしに相手を癒したり相手とつながることは不可能です相手とつながることで自分を癒そうって考えるこれを考えもいいんですけどまずは自分がエネルギータンクが満タンでそれで自分が自然に与えられる状態じゃないと相手から奪うことになるんです結果的にね。自分の のエエネネルルギギーーがもう空っっぽなな状態でで相相相手手手ににに癒癒ししししてててももららおうううとと奪まこるでしょだからまずは自分とつながって自分から自然とエネルギーを自分自身で認めてあげる自分をそして自分のエネルギーを補給してあげてで溢れるエネルギーで自然で周りを癒す自然に周りを癒すこれがすごい大事かなと思います本音がわからないだから自分の本音が分かったらそれを少しずつ安心できる人に開示していくということが第3位そして第2位はじゃん はい、同じ失敗を繰り返すす。とということです失敗自身は悪いことではないでもそれを何度も繰り返すというのはこれは怠慢ですやる気がないと見なされていつまでも信頼関係が結べないんです。はい なので、なんでその失敗が起きたのか、まずはしっかり振り返り、その失敗が二度と起きないような仕組みを作る。で、能力が足らないやったらその能力を身につけるための努力を日常からやっていくということ。これがすごい大事かなと思います。はい、そして第一位はこれじゃんですね。ミッションを持つということ。はい、えー、何のために仕事をするのか、今この仕事はどういうふうに繋がっていくのか、ちゃんとイメージしてそのミッションを描いて働くということ。そうすることで周りのモチベーションも上がるし、周りからも信頼されるようになるし、今やってるそのし こうとが楽しくなっていきますこういうことがすごい大事かなと思っていますはい、えー、以上です今日はこんな人とは働きたくないベストをベスト3形式で紹介していきました、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく働くためにそして最高の自分を表現して働きそして生きていけるようなライフスキルを全力で紹介しています、えー、もしあなたがあなたらしく生きていきたいそのように願っているのであればチャンネル登録ボタンをポチッと押して仲間になってくださいあと SNS でも毎日配信していますので インスタ、えー、ツイッターからつながってください。はい、以上です。ジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。ありがとう。